皆様こんにちは。フルートのシオン香織です。大変な毎日いかがお過ごしですか？人生には上り坂、下り坂、そしてまさかがあると言います。まさに今回のコロナは私たちにとってまさかの出来事です。まだ収束も見えません。長期戦で疲れ、辛い毎日ですね。でももしかするとこの機会は神様がくださった原点回帰のチャンスかもしれません。大切な人と大切な時間を過ごす喜びをかみしめながら過ごしていきたいと思います。春は必ず来ます。ピンチはチャンスです。私たちの生きて働かれる主、いつも共におられる主を信じて、ご一緒に力強く歩んでまいりましょう。神様の祝福が皆様お一人お一人に豊かにありますように。賛美を一曲お届けいたします。 You raise me up。 私たちを励ましてくださる方。